どうも、マックスです。さて、とってもビッグなニュースと言いますか、ひょっとすると衝撃的なニュースが入ってきました。ノアと DDT が経営統合。いやー、この狙いと意味を読み解きたいと思うんですが、どうでしょう、人によっては、昨日のツイッターなんか見てると、随分その、ネガティブにちょっと捉えてらっしゃる方もやっぱりいたように思います。まあ、ノアといえばこの数年、本当に苦しい時間が、数年と言いますかね、長くあって、その間にオーナー会社というか、いろいろ変わってきたと。そういう中でまた経営統合。言葉のニュアンスがひょっとしたら良くないのかもしれません。じゃあ、この意味をですね、自分自身、いろいろ思うところあったんですけれども、よくよく考えて、この意味をちょっと、読み解いてみたいかなというふうに思ったので、今日は動画を作成していきます。で、ノアと DDT が経営統合というお話なんですけど、新会社発足へというような、ニュアンスで報道がなされていました。新会社名がサイバーファイトということで、DDT プロレスリング、ノアグローバルエンターテイメント株式会社、株式会社 DDT フーズの3社は、2020年9月1日付で経営統合し、株式会社サイバーファイトとして始動することをお知らせいたしますと。さて、3社、DDT フーズっていうのは、工藤さんがですね、実際切り盛りなさってて、というような感じの会社です。ノアも、いろいろこう飲食されている方いらっしゃると思うんですが、じゃあこの経営統合というところ、これがどういう意味として捉えたらいいんだろうなと、本当にツイッターなんか見てるといろんな不安、体よく言えば吸収合併じゃねえのとかいうような声も聞かれましたし、やっぱりどちらかといったら不安のニュアンスが多いかなと思ったので、ちょっとこの経営統合についてまず考えてみましょう。で、通常ですね、A 社と B 社が経営統合なんていうふうになりますが、対等に経営統合するなんていうのはほぼほぼ稀なんじゃないかな、世の中を見てて思います。例えば、三菱 UFJ 銀行というのが今ありますけれども、実際に、この前までもうちょっと名前が違いましたよね。三菱東京 UFJ で、ここから見ると分かるように、やっぱり旧三菱系の色が強いわけですよ。で、新日鉄住金さんなんかにしても、やっぱりどちらもとても大きな会社ですが、やはりこの、新日鉄さんが主導権を持つと。そういった意味で対等は稀なんじゃないかなと思います。で、通常ですね、こう A 社があって、B 社がありますよと。で、新会社というふうになりますが、実質的にこの絵で見るように、A 社が、事業の主な、引き受け会社といいますか。何対何で、合併するみたいな意味合いが大体こういう絵なんだろうなと思います。さて、そこで今度は別の形もありますよというところで、A 社と B 社が経営統合する場合にこうやってですね、引き継ぎの新会社を作るっていうパターンもあります。で、今回細かく昨日の会見のニュアンス見てるとよく分かんないんですけど、ひょっとしたらこれかなと。A 社が A 社の事業を引き継ぎ新会社に、 B 社が B 社の事業を引き継ぎ新会社にやって、その引き継いだ新会社が今後は統括して経営していくと。これ単独の場合ですと、例えばノアなんかの歴史を見ると、旧 S と P さんになって、ノアグローバルエンターテイメントとかですね、そのあたりでちょっと会社の経営状況が悪い。ほんで、その債務は前の会社が持ってしまって、新しい会社が新会社として経営していく。このパターンというのは非常に多かったんですが、どうやら今回の場合、ノアがそこまでしんどかった。昔のことはごめんなさい、ちょっとわかりませんけれども、DTT さんもそこまで潰れるほどにしんどかったというわけではないのかもしれません。ですが、どちらかというとこの形に近いのかなというふうにちょっと思って見ていました。よくよく考えるとということなんですけど。で、改めてそのプロレス団体と経営っていうふうにこう思った時にですね、例えば、
ノアという団体がありますよと。で、実際にはですね、これノアにしても DDT にしても別々に経営してると。まあ、会社としてそれぞれに経営してるということは、まあ、当然経営方針も違う、事業部門も当然別、まあ、会社が別だから当たり前ですよね。で、例えばノアっていうのも、団体名はノアですけど、ノアグローバルエンターテインメントという会社が今経営してると。まあ、皆さんがこう思ってるのは、ノアと DDT の経営の色といいますか、団体の色、何を中心に据えるか、戦いというか人間、それも含めた人間模様でいくのか、はたまたリング上のですね、ストーリーといいますか、パラドックスといいますか、まあそういうリング上の面白さで出していこうよと。まあ、当然 DDT とノアでは色が違うわけで、まあ、そこは経営方針の違いなんですが、まあ、実際にこれ団体といいますか団体運営というのと、まあ、これを実際会社として経営するというのは若干別の話なのかなと。で、ノアと DDT も当然会社と違いますから、まあ、今はこういう状況下でもともとはあったということだと思います。だから、ノアにしても DDT にしてもあくまで屋号であって、まあ、ある会社が経営している団体がノア、ある会社が経営しているのが DDT と、こういうふうなイメージかなと思います。一方ですね、つい先日、まあ、ずっと以前の形が先のようなものだとすると、つい先日までの形っていうのはこれにちょっと近いのかなと思いました。よくですね、ホールディングスっていう名前のもとにそれぞれの会社が、あると。で、それぞれの会社がそれぞれ屋号として、まあ、店舗として、ノアや DDT を経営してると。ただ、まあ、大きなホールディングスってなりますと、大きく言えば一つの会社のようなものなので、まあ、ホールディングスというところが経営方針なんかもこう大きくは決めまして、調整も相互にすると、相互不利益が生じないようにすると。ただ詳細な経営とか、あと運営ですとか、あるいは事務部門というのは当然別々なわけです。まあ、これが、今回の今までの、ノアがですね、サイバーエージェント傘下に入ってからは決してホールディングスではないですけれども、実質サイバーエージェントというところが親会社、いや持ち株会社にのような形になって、それぞれの会社の株式を持っていると。まあ、だから非常にこういう形に近かったんじゃないかなというふうに思います。で、今回改めてこう考えるとですね、サイバーエージェントが背後にあって、この双方の、事業を引き継ぎ新会社を要は作ったと。で、こうなるとどうなるんでしょうねと、こういう話なんですが、経営方針というのは当然先ほどのホールディングスと同じ調整下です。まあ、それだけだと別に引き継ぎ新会社作らなくていいんですけれども、まあ、詳細なその経営や意思決定も同一にすることができる。で、事務部門と広報の一部、まあ、これもやろうと思えば同一にすることもできる。で、資産管理も共通化と書いてますが、例えば映像権ですとか、そういった過去の資産なんかも共通化して一元管理することができる。例えばこんだけのものがありますよというふうに持ってテレビ会社に売り込むことも当然可能になる、しやすくなってくるというですね。ですから一つの会社になるということは、これ、面白いなと思うんですけど、当然調整もできるし、事務部門なんか例えば総務ですとか、まあ、こんなものは一緒にすることが可能なわけですね。コストダウンも可能ですし、事務所も、一つだけでよいと。で、広報についてはそれぞれの団体のカラーなんかもあるでしょうから、事業部ごとにやる部分と、トータルでテレビ局なんかと、接触したりする、まあ、そういった部分を切り分けることもおそらく可能なんでしょう。で、資産管理は今申したようで、で、あとはこのそれぞれの、この屋号、店舗としてのノア、DDT をそれぞれが分けてやるのか、全く一つの、まあ、ちょっとラベルの違う、例えば DDT で言えば頑張れプロレスとかですね、いろいろありますが、ただやっぱり見る人によっては、まあ、どこも一緒じゃんと、DDT グループ一緒じゃんみたいな話になってくる。その DDT グループとノアを一緒にやるかどうかっていう、まあ、ここのところが実は皆さん引っかかってるのかなと思います。まあ、単純に言えばコストダウンが可能だし、うまくいけば広報の、手段なんかもコストカットできるし、有効活用もできると。
まあこんなことかなと思います。でですね、思えばですよ、だいぶ以前から団体と経営、プロレス団体と経営する会社名っていうのは別でしたっていうのを考えてみたらどうでしょうか。例えばノアにしてもですね、もともと三沢さんが設立したノアという、まあ、会社、正式にちゃんと名前はあるかと思いますけれども、それがですね、エストピーさんに事業譲渡されて、エストピーさんがノアグローバルエンターテイメントとなって、で、それが今回ノアグローバルエンターテイメントの親会社がこう変わる。で、はたや例えばゼロワンなんかを見るとですね、ファーストオンステージというところが長らく経営をしてましたが、つい先日もですね、経営する会社が変わったと。だからなんとなく我々その団体名と会社って一緒のように思ってますけど、団体を運営するという部分と会社を経営する部分っていうのは一緒っちゃ一緒ですけれど、全く別にすることだってできますし、これまでも結構そうだったんじゃないでしょうかっていうところです。そしてまあノアとかこう DDT で皆さんが一体何を心配してるんだろうと、まあ、自分自身も含めてなんですけど、リング上でノアと DDT が混在しちゃうんじゃないかと、そもそも歴史も色も違うんじゃないのかっていう、まずここがあるのかなというふうに思いました。で、新会社がこれどうするんだろうというふうに見たときにですね、まあそもそもリング上で今のノアと DDT が混在する、あるいは、なんとなく統合しちゃうっていうのはメリットないだろうねって、おそらく良識ある経営者ならばそう思うはずです。DDT は確かに本当にですね、文化系プロレスって呼ばれるぐらいに、まあそういうノリを楽しむ団体で、そういうノリを楽しむファンがしっかりできてると。で、ノアっていうのはやっぱりそのリング上の、その自分自身のバックボーンだとか生き様だとか、あるいはまあ戦い的な、要素っていうのがものすごく色濃く出て、まあ、松井ジュリーナさんも言ってましたけど、個性がすごいと、その寸劇として劇団としてやってるという部分よりも、ごめんなさい、これはちょっとDDT を悪く言うつもりはないんですけども、いい意味での劇団としてパッケージとしての、DDT がグループって言ってもある意味差し支えないのかなと思いますが、ノアの場合は本当にそこに生きる人たちのその必死感というか、今までの大変さもあったんですけど、リング上およびそのリングちょっと離れたところの、その人のバックボーンだとかその人の関わりっていうのがリング上にものすごく色が出る、そのあえてドラマ必要以上にドラマ仕立てしなくってもリアルなドラマがそこにあるよっていう、まあ、こんなリングかなと思います。で、こう思うと2団体をせっかく2つの色があるんだから、これを混ぜる方がコンテンツオールビジネスと考えた時全く美味しくないんじゃないっていうふうに思います。ですから、まあ、事業部制とこう言ってますから、まあ、その言葉をちょっと信じるしかないんですけども、事業部の中でそれぞれがいかにやっていくかっていう色を出していくのかなというふうに思います。そして皆さんが心配することを言うと、こんな声もありました。ノアが DDT に吸収合併されたんじゃないっていう。これ、なんでこういうことを私も含めて一瞬思っちゃうのかなと思ったら、やっぱり高木さんが社長だからっていうのが大きいのかなと思いました。まあ、高木さんは当然 DDT をね、ちっちゃいところから今のところまで持ってきた、まあ、大社長さんですよ。で、サイバーエージェントにもこう、つないでくれたと。そうすると、その高木さんが社長を務めるって聞くと、やっぱりノアのファンとすればノアが乗っ取られたんじゃないかっていうふうについつい思いがちですよね。まあでも平たく言えば、ノアが団体として僕たちが今見てるものがですね、間違いなく存続すれば誰が社長でも正直言っていいんじゃないでしょうかっていうふうな考え方もあるかなと思いました。思えば、新日本だってですね、オーナーが変わって、社長さんといいますか、社長さん会長さんが変わった時に、それは今までの背広組の、社長さん
と言っても、もともとレスラー出身の方が強かったところから、だんだんそうやって社長さん、オーナーさんって変わってきたわけです。で、結果今のリング上がさらにですね、充実して、この春のですね、非常にドラマティックな、そして刺激的なこのノアのマットがさらに良くなったら、まあそれは高木さんありがとうでいいんじゃないのかなっていうふうに思いました。ただ、DDT の社長が高木さんで、そこに結局ノアの社長を兼務していただくというふうになったから、吸収合併されたんじゃないかって思いたくなるのは分からんではないです。だけど思ったところでこれはもう正直言ってどうしようもないかなと思いますし、というとこですかね。はい。そしてノアの名前が消えるんじゃないかと、会社名でいうところのノアは消えます。そしてもっと言えば、そもそも野望ですと。さっきも言いましたけど、エストビーさんが、ノアの経営会社になった時から、そもそもノアの会社としてのノアの名前は合ってないようなものです。だけれども、見てきたファンが大事にしたのはプロレスリングノアという団体だったんじゃないかなというふうに思います。そして丸藤さんが副社長に入っている時点で、事業部なのかもしれませんが、その事業部が運営する店舗はノアと、まあちょっとニュアンスが違いますが、ゼンショーホールディングスですき家さんとかですね、牛丼屋さんとかいろいろありますけれども、それぞれ店舗が違ってやっぱりカラーも違ったりしますよね。まあそれと同じようなもんだと思う方がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、このノアですよね、丸藤さんのコメントをちょっと、拾っていきたいなと思うんですけれど、まあプロレス界でトップを取れるように不安に思う人もいると思いますが、ノアは何も変わりません、本物のプロレスを引き続き見せてプロレス界ナンバーワンになると信じていますと。まあこの言葉を、信じようじゃないですかというところです。で、今までも、オーナー会社は、オーナー会社という言い方は良くないですかね、正確に言うと経営している会社は今までも変わってきました。ただリング上はプロレスリングノアであり続けたと。ただ今度は経営している会社にもう一つ別の店舗、別の名前の DDT だったり、DDT グループの、そういった団体があります。まあ、本当にあの事業部ごとに切磋琢磨して、この名前をむしろ逆に消させないようにするっていうことがこそが大事なんじゃないかなと思います。そして面白かったのは、剣豪選手のこのコメントをですね、ちょっと非常にうんうんと思って見てしまいました。すべてをコロナのせいにする今の風潮本当に良くないと思う。経営統合なんてその前から決まってたんじゃないか。4月の時点で事務所引っ越ししてたしと。どうでしょうね、このコメントについてはどっちかといえばツイッターで結構批判的な意見だったりいろいろあったようにも思います。ただまあちょっと社に読んでみるとですね、そもそも春先に経営統合がこう経営統合といいますか、ノアの栽培エージェントになって高木さんが社長になった時点から、ゆくゆくはその事務部門を、合同化して、あるいは広報の一部を一体化して、効率のいい経営を していくっていうことも視野に入れてますということを、まあ正直言っておっしゃってましたね。でおっしゃってたので、まあそんな方向でいくんだろうなとは思いますし、想定されたことですけど、まあただコロナということがあって、全てコロナと言うんじゃなくて、まあコロナのせいもあって経営的にやっぱり決して楽ではない、まあそういったこともあって計画を前倒ししましたよって、もっと分かりやすい言葉で言ったらいいんじゃないのかって、こんな風にちょっと私読めてしまいました。そしてもう一つ、プロレスリングノアのツイッターでですね、ノアと DDT の系統がトレンド入りという話がプロレスリングノアのツイッターで出まして、これに早速噛みついていたのが剣王です。昔は業界ナンバーワンだった団体が経営統合した団体とのタッグを組んで業界ナンバーワンを目指そうなんて、事業部で分かれてるんだったらノア事業部だけで業界ナンバーワンを目指せばいいこと、そのくらいの気持ちがないと目指すもんも目指せないだろうと。これでも
いいコメントじゃないですか。まあ、確かにサイバーエージェントが DDT にもノアにもハイドにあって、経営的には以前に比べたら絶対安定するんでしょう。で、その経営統合っていうのも本当にそれぞれがですね、経営的に万全で強ければ、何もこうやって経サイバーエージェントの傘下に入ったり経営統合しなくてもよかったのかもしれないと。それぐらいの気概を持って頑張ろうよっていうメッセージではないかなと思いました。ただまあこういう時代ですし、そしてまあ世の中にオンラインという言葉がですね非常に脚光を浴びてきたこの昨今で見ると、より新時代にあったより進化的なプロレスを見せたいと思った時に、苦しいからももちろんそうなんでしょうけれども、大きな資本家に入る、そして部分的に効率化を図ってより強く出ていくと、まあ、そういったことを考えていくっていうのは経営的にはおそらく間違ってないことなんだろうと思いますし、まあ、必然、今の時代の必然かなと思います。まあ、だからこそなんですけど、そこで慢心しているように見えるっていうのが剣王選手からするとちょっと嫌かもしれませんね。そんな浮かれてる話じゃないだろうと。ノアはノアで、その DDT がどうだとか経営統合がどうだとか、さらにバックにいる親会社サイバーエージェントがどうだとか、そういう話ではなくって、ノアとしてまずどこにも負けない団体になろうじゃないかと、浮かれてる場合じゃないんだぞっていう、まあ、こんな投げかけのメッセージだと思って読ませていただきました。まあ、だからまあ批判も当然あるでしょうけど、それよりもノアをみんなで盛り上げるっていうふうに考えていった方が建設的かなとちょっと思いました。ただ批判といいますか、本当にこのニュースがですね皆さんに非常にインパクトを与えたんだなっていうのはすごく分かる出来事ではありました。はい、まあノアとですね DDT、まあひっくるめて言うとですね、ノアも DDT もサイバーに救ってもらったわけですよね。でコストは間違いなく少なくなって、まあ、ある意味効率化、まあ、経営基盤の強化といいますか、本当に、コンパクトになっていい部分はコンパクトになったよねと。だからこそこう攻めていける体力が出てくるし、それぞれに攻めていこうじゃないのっていうのが、まあ今回のことかなというふうに思っています。まあ、そう考えた時にですね、いろんな言い方はあるでしょうけれども、まあ、全ては皆さんの不安だとかいろいろ思ってるこの全てはですね、リングの上がどうなっていくか証明すると、まあ、ここは丸藤さんであったり、多くのレスラーの中島和彦も力強いことを言ってましたけれども、今からプロレスリングノアというテンポがどんな風に進化していくのか、まあ、ぜひ見せていただきたいと思いますし、逆に言えば本当にコラボする可能性がいい意味でなくはない。例えば前日で役割を終えたかもしれない秋山純選手が今、純烈と DDT に上がってますけれども、その秋山純が DDT を率いて例えばノアに乗り込んでくるような、例えばお祭り的な興行、まあ、そんな中ではそういうちょっとした新しい刺激というのがいい意味でこうコラボレーションできたら、これはきっといいことになるんじゃないかなっていうふうにも思いましたが、皆さんどう思われますでしょうか。はい、まあ、ちょっとネガティブ的に捉えがちなニュースでもあったので、そしてある意味衝撃的でもあったんでですね、ちょっとこのニュースを取り上げたいと思って急ぎ語ってみました。皆さんは、今回の一連のことどう思われるでしょうか。そして今後どういうふうになっていくのか、ぜひ皆さんと一緒にウォッチしていきたいと思います。8月4日、8月5日には、旗揚げ記念興行 8.10 には、横浜分隊あります。ぜひその後にどのようにつながっていくか、変わらずウォッチしていきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。